タイヤシ、あ、タイヤシはね、狙う気そんななかったんだけど、タイヤシを狙う気っていうのは全然なかったんだけど、こだわりとかじゃなくて、ただその練習をしてたから、なんか勝手に押しちゃう感じ、タイヤシを。あ、来たみたいな感じで。手癖で。なんか飛んだ時に対空で昇竜出しちゃうみたいな感じだね。あ、出ちゃったみたいな。出ちゃったみたいなのばっかりだった。 It was gonna get countered. That was beautiful stuff from Daigo starting off. Still got the anti-air out in time for the trade. That's actually good for Daigo, but what a sweet punish there. And good anti-air. So Daigo now, look at these footsies, immaculate footsies from Daigo, and now he is pulling this off on No Tokido. fireballs, and he interrupts that sweep as well. The enhanced sonic He boom. has plan, you Oh wow, that whiffed, and then he got the punish with the sweep. He was super at the beginning of the round, but he's been looking. I was gonna say a moment of humanity there from King Daigo. And stand medium kick and the sweep again. No matter how many times he's been punished for it, he's practicing this necessarily just for offline competition, ready. Daigo's not, I mean sorry, Guile's really not known for that. My bad. Okay. Yeah. I keep him at bay here. You can see he's willing to throw out the sonic booms, but he's paid so dearly for it time and time again. でも、あれよ。簡単なやつばっかだったけどね。例えば、ポイズンに対する差し返しは簡単だから、大キックとか大パンはめちゃくちゃ簡単だから。合気には難しいけど、展開でなんとなく振るポイントがわかるから、見た目ほど難しくない。この辺で、なんかしら中攻撃くんじゃねみたいな。だからまあ、そういうふうに意識しないでも、ダイヤシが出るぐらいになれば、武器になるよね。あ、模型が真似してみた。 いや、最初はできないだろうよ。俺だって最初はできなかったもん。最初はできないよ。11フレで反応してた。マジで？それはやばいな。 11？ 11 なの？ 11 やべえな。11はなんか、お手つきな気がするけどな。何を蹴ってたの、それ、11って。え？ 11 から12で、何回かやってたの？11と12？11、12は、平常時では無理だな、絶対。あ、三原さん、ありがとうございます。大きな膝と中、あ、そうなんだ。それは平常時では多分そんな、その反応はできないな。14ぐらいが限界だと思う。多分、大会中で集中してたんだろうね。普段のトレモだと14がいいとこだね。ただなんか、見てから押してたという気がする、さすがに。フライングした場面ってなかったと思うな。なんか動いたなっつってやってた気がするから。まあ、大会中だけだな、それは。熱が出てる時だけだな。 でも全然ダイヤシを使おうとかっていう
感じではやってなかった。普通にやろうっていう感じで。It was gonna get countered. That was beautiful. Daigo started off. Phil got the anti-air out in time for the trade. That's actually good for Daigo, but what a sweet punish there. And good anti-air. Daigo now. Look at these footsies. Some immaculate footsies. Daigo, and now he is pulling this off on Tokido. He's throwing fireballs and he interrupts that. As well, the enhanced sonic boom. そうそう、差し返し、なんか、パンクとかがさ、やっぱ誰が見ても動体視力がいいって、パンクだけじゃなくって、まあプロブレム X とかさ、若い海外のプレイヤーとかが明らかに動体視力いいよなっていうのを見て、それに対して自分は何ができるんだろうって考えたときに、経験でカバーしようかなって思ったんだけど、その思考って親父だなって思って、すげえやつ見たときに、いやでも俺は年だから経験でカバーしようって相当親父の発想だなと思って、そうで、そうじゃねえって、俺がこれになんなきゃダメなんだと思って、そうで、そっから練習始めたんだよね。経験でカバーするとか出せ思考してんのがもう終わってんなと思って、そう、それが1年ぐらい前なんだよな。そうそう、思い直して、いやいや、これは違う、俺がこれになんなきゃダメだと思って、そっから練習し始めたって感じ。ただやっぱり無理なのかなって最初は思ったんだけど、やっぱ伸びるもんだよな、伸びていくもんだよ人間、諦めなければ。買うのは意味ねえと思ってたらしいけどな。まあでも他人から見りゃそうだよね。俺も別にそんな根拠があってやってたわけじゃないから。ただここで、まああの人たち反応いいから、反応じゃかなわないよなって言って諦めたら、もうプレイスタイルがどんどん狭まっていくもんね。おじさんだからじゃあ、対空簡単なキャラにしようとかさ。おじさんだから、ね、みたいな。それ超嫌だなと思って。できるかどうかわかんないけど、練習して、できるようになったらまだまだ格闘ゲーム楽しめそうだなっていう。できなかったら、あ、やっぱ、年齢で
失うものってあるんだなっつって、しぶしぶ経験でカバーするってことをしたと思うけど、うん、で勝てなくなったらおしまいっていう、諦めって感じ。うん、よかった、でも伸ばせる部分でよかったわ、それが。よし、じゃあ40分だね。明日からまた普通に配信始めますわ。いやいや、でもまあなんか。